ウロシュラ・チッチは、ユーゴスラビアラシュカ軍クラリエボ出身のサッカー選手。バレンシア CF 所属。ポジションはミッドフィールダー。メディアによっては、ウロシュラ・シッチと表記されることもある。2015年に、オフック・ベオグラードに入団するも、プロデビューまでにはいたらず、2016年3月13日に、ライバルチームのレッドスター・ベオグラードと3年契約を、締結。 同年5月8日のオリンピアコス FC との親善試合でプロデビュー。14日の FK ラドニックスルドリツァ戦で後半35分にアレクサンダル・カタイとの交代で国内リーグ戦初出場を果たす。その後徐々に出場機会を増やし、2017から18、シーズンは21試合で起用された。2018年6月8日、 スペインプリメイラディビシオンのバレンシア CF と4年契約を締結したことが発表された。2019年1月14日、CD テネリフェにレンタル移籍した。2019年8月8日、FC ファマリカンに1シーズンのレンタル移籍が発表された。2016年からユース世代のセルビア代表に招集され、2017年に開催された。 U-19 欧州選手権にも出場した。ありがとうございます。